旦那様の仰せの通り、仕官の件は奉行所にうまく届けておきました。すぐにも処刑されましょう。なんだその目は。別に桃姫のためにしたことではない。それよりも地獄は不安ないゆえ、先導を頼むぞ。
天狗の山で暴れ回っているというのはお前だな。人間ごときが我らに手を出すと笑わせるわ。すぐにも五体は八つ咲きにされ、杉の小勢にかけられよう。果たしていつまで持つか、高みで見物させてもらおう。
です。オイラは好きな。私が死んで日も浅いのに、夫と来たらもう新しい嫁を取ったので、悔しくて化けて出ました。なぜその男の家に戻らないのかとお思いでしょう。私も早く枕元に立って恨みの一つも言いたいところですが、夫の家は山奥で、夜になれば辺りはもう真っ暗です。幽霊は夜しか出られません。夜道を行くのは怖くて怖くて。
うしたらいいのやら。地獄のあまりの恐ろしさに魂のままでいられず、体に潜り込んだのが運の尽き。押し出されたジンクロウの魂が大鬼に見つかって、あっという間に食べられてしまった。わらわ一人では来た道を戻るのは無理というもの。いつまでも隠れて泣いていても仕方がない。ジンクロウの魂が食べられたのもわらわの臆病がもとなら、悪人とて放っておかれようか。こうなったら肝を据えて。なんだなんだ、おめえまだ生きとるが。ここは地獄だっぺ。鬼にかじられても文句は言えねえべ。どうかお通しくださいませ。鬼の大将様に御用があって参りました。うん、親瓶に御用とな。嘘でねえなら勝手に食っては大目玉を食らうべ。仕方がねえ、早行け。どうして生身の人間がこんなところにおるだ。そういえば大暴れしてるやつがおると報告があったが、おめえか。これこの通り、怪しいものではありません。鬼の大将様に御用があって参りました。なんだべ、そそとした物腰で。報告とはえらい違いじゃ。もし人違いだったら面倒じゃ。ええ、行くがええだ。生きたまま地獄に迷い込んでくるとは満期め。わしがエンマ様よりここら一帯の地獄を任されとる大鬼よ。あなた様にお願いがあって御前に参りました。何卒お聞き届けくださいますように。己の業の罪滅ぼしに、せめて最後の一膳あなた様をおもてなしさせていただきたいのでございます。お前がわしをもてなすと何も持っておらぬではないか。仏が虎に我が身を差し出した例えもございます。功徳を施すと思って、何とぞわらわをご賞味くださいますよう。なに、自ら送ってくれと申すか。骨張った亡者の肉には飽き飽きしていたところだ。肉好きのいい娘なら願ってもない。いざ食わん。お待ちください。私もお膳に登るなどめったにあることではありませんから、せっかくなら一層おいしく召し上がっていただきたく存じます。都で大層流行なのが、生きたままつるりと飲み下して喉越しを楽しむという魚の食べ方でございます。あなた様もぜひこの味わい方を一度お試しくださいませ。人間の流行りと言われれば気になる。そのようにうまいなら一つそれで食ってみよう。噛まずに飲むのじゃな。どれ。あーまでかしたぞ桃姫。我ながら間抜けな幕切れに呆れ果てておったが、まだ運は尽きておらなんだ。Yes! Yes! 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 Y
神の城から蔵ごと持ち去った黒蜜の太刀はどこにある？正直に答えねば舌を抜くぞ。おめえもあの刀を探してんのか？オラがあの蔵にあると踏んで親分に出張ってもらったんじゃが。とんだ目算違い。刀は影も形もない。親分にこっぴどく絞られたのよ。嘘じゃねえ。地獄組んだりまで出向いて無駄足とは。残念じゃがエンマに見つかる前にずらからねば。お嬢ちゃん、地獄は初めてかいな。まあ焦らんで一服していきなあれ。
何でやねんと思ってるやら。近頃仕置き用の獲物を盗んだ奴がおるらしゅうて、亡者を痛めつけるせめぐはエンモ様の管理になったんや。ゆで釜一つ使うのも手続きがややこしゅうて、仕置きも長い順番待ち。兄の方がヘトヘトや。どっちが罰受け取るかようわからん。こんな時はのんびりやった方がええねん。フグはうめえが、板前代をケチって自分で裁くもんじゃねえやな。敵面当たって打ち殺よ。いや、俺の答えだ、俺の答えよ。それより息子の八十八のことだ。情けなくて父ちゃん涙が出てくる。あの野郎、こともあろうに俺の葬式代をケチりやがった。おかげでこっちはこれこの通り地獄に真っ逆さまよ。どうせあいつもうっかりこっちへ落ちる口だろうから、来たら鬼に代わって俺がこってり仕置きしてやらな。むむ、お主は。わしは悪事が公儀の知るところとなり、証拠も明白、言い逃れも聞かず打ち首となったわ。おお、鳴神の悪代官か。腰の重いお上にしては手際の良い処罰。桃姫の留飲も下がろう。かつての主従が今ではこうして地獄に落ちた者同士、これからは仲良くいたそうではないか姫。こっちは冷やかしできたまでよ。お主の消息は良い手土産、もう会うこともあるまいて。鬼どもと達者で暮らせ。旦那様、よくぞご無事で。お探ししました。てっきり鬼に捕らえられ、エンマ様のもとへ連れて行かれたに違いないと諦めかけておりました。ここで極卒らに見つかっては元も子もない。話は後にして急ぎましょう。ご案内いたします。そうでございますか。黒光の太刀はどこに行ったか皆目行方知れず。はて、これからどうしたものか。ここで素直に諦めるようなら、元より日陰は歩いておらぬ。今菊の言葉を思い出して一つ妙案を思いついたぞ。この人九郎の魂魄が天門をくぐり、天界の神気を浴びて滑殺自在の神通力を手にすれば、黒蜜などいるまい。なんと恐れ多いことを。地獄巡りだけでは飽き足らず、今度は天に乗り込むと申されまするか。天魔となりお前をはべらせ、永世を生きるのも悪くはない。伊勢天神の細道、高間ヶ原に入る道を教えろ金菊。そんなことをしでかせば諸神お怒りにならぬはずがありません。どうかどうかお許しを旦那様。いいや金菊、案内せい。
筋金入りの温泉好きだな。こうも出くわすと他人のような気がしねえ。おめえの名前は？いや、やっぱり名前を聞くのはやめておこう。人にはいろんな事情ってもんがあらな。ここは温泉好きの温泉仲間ってことでまあいいじゃねえか。こうして湯に浸かって川の音を聞いてりゃ嫌なことなんて全部忘れちまう。誰がどうとか小せえことだ。
ございます。本当に行かれるのですか？くどいな、コンギク。我がおぼろ流は天人鬼神すら両断する。うまくいけば明神をも超える神通力を得るやもしれぬぞ。土産にどっ。
なかなかおつな味じゃの。勘定はここに置いておくぞ。
Thank you.
で酒があればの。次のあまねく住まう天界へと続く道やろ。村雲踏んで登るからにはうちらの許しなく行かせへんで。人間のくせにようここまで登ってくれたな。大したもんやで。ああ、お願いですジンクロ、謝って戻りましょう。元に戻るためとはいえこれでは罰当たりが過ぎまする。聞け、玉打つし使うも破られるもわしとて初めてで気づくのが遅れたが、この体の命もう長くない。今は残った術の働きで肉体に玉の尾をつないでおるが、元より二つの魂の受け皿には無理があるのだ。我らの魂魄はもはや死霊同然、波の手立てではながらえられぬ。罰当たりは望むところよ。若い娘やと思うて期待したのに、なんやがっかりやで。あんた中身がややこしいことになっとるがな。どこの陰陽師か知らんが、いたずらはあかん。せやけど来てもうたんはしゃあない。穏便に解決しようやないか。わいはそっちの相方や。一応風の神さんやさかい、話を聞いといても損にはならんで。こっからは一歩も通さへんで。なんや小娘その格好。それでうちの人を誘惑しよう思てるんやないやろな。へそ取って終わりっちゅうわけにはいかんで。しもうた表も後の祭りや。覚悟し。そうやってすぐに頭に血が昇るんは悪い癖やで。少しは落ち着いて物事に当たった方がええ。あんた何生ぬるいことを言うとるん。射程の子鬼があんだけやられとるんやで。バッチリ仇を取ったら思わんのんか。アホ、ワイが本気出したらこの辺りは大嵐やぞ。畑におるじいさんばあさんやら麓のもん泣かしたないんや。もうええ頼りにならん。うち一人で十分や。あんたはそこで指くわえて見とったらええわ。Get out of here!
じゃない、雲から落っこちてしもうたかな。民家に落ちんかったんが不幸中の幸いや。そやけど驚いたな。雷相手するのに鉄の刀振り回すアホがおる思ってたら、なんと勝ってしまいよった。一撃悪いこと言わんときや。まだ負けとらへんで。今度こそ雷直撃や。ここで決着をつけちゃる。ええ加減にせ。みんな迷惑するやろ。そう、青筋立てて角突き出しとってみ。嫁のもらい手のうなっても知らんで。そんな意地悪言わんといてえな。うちの気持ち知っとるくせに。ほな今度だけあんたの言う通りで。ほうかほうか、かわいいやっちゃな。心配せんで、ワイもお前にほの字やさかい。そのでかい尻も大好きや。雲の底が抜けて落ちていった時は一巻の終わりかと覚悟したのに、あんなところから落ちて何事もないなんて。忌々しいが
あの風神と名乗る小僧に助けられた。自分で言うように桁違いの化け物よ。えらいこっちゃ、雷様が落っこちてきよった。ナマダム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 。その剣術も普通やないが、刀も相当なもんやないか。そんなん振り回されたら雷が手こずるも無理ないで。あんたが天を目指すんは訳あってのことかもしれんが、もう諦めるほかないんちゃうか。あんたが連れと遊んどる間にアマテラス藩が天門を閉じはったんや。もうあっから行くんは無理やと思うで。まだやる気ならワイも相手せなならんのやけど、お互い一銭もならんのにどつき合うんは正直アホらしいやろ。うちの人がああ言うんで、今度ばかりは見逃しちゃる。今度近くにちょろちょろしとるのを見つけたら、お前めがけて一発ピカッと落としたるさかい。雷雲が近づいたら布団かぶってへそでも押さえとれ。晩酌尽きたとはまさにこのこと。桃姫との約束も保護になった。せめて残りの命は体に戻って過ごすがいい。シンクロ。天に逆らうのは恐れ多いことながら、旦那様が死にゆくのを黙って見てはいられませぬ。八百万の神仏のおわしますこの日の本には伊勢のみならず天文鬼門の数多く、実を申せば。相変わらず話の長いやつよ。要は天に至る道は他にもあるというのだな。どこだ。大和金剛山は古く高間ヶ原山と呼ばれ、天に通じる霊山ですが、蘭海率いる真言蓮華宗の総本山でもあります。坊主どもに何ができよう。邪魔する者は何者であっても村正の餌食となろうよ。頂より天に至る道ありと古くから申します。なれど今は不動明王ご本尊に真言蓮華宗の総本山、畜生の身で聖域に立ち入ることはできません。不安でなりませんが、ここでお見送りいたします。悪い。
気の強い刀を使うせいか、その体も弱ってきておるようじゃな。いいえ、ジンクロ、そうではありますまい。わらわには分かっておる。これはきっと話に聞く二日酔い。お前がこの体で隠れたお酒を飲んでいることをわらわが知らぬと思うてか。頭が割れるようじゃ。脅しっこなしだぜ。えらく肌の白い女をここまで乗っけてきたんだが、煙みてえに消えちまった。私は近江の貧しい家に嫁いだものです。尾張まで商いに来た帰り道にこの山の妖怪に取り殺されました。死んだ後も残った一人息子が心配で、未だ成仏できずたまに顔を見に行くのです。
へへへ、君が悪い。怖い怖い、あっしはこの世の中怖くてたま。
悪くない。これで酒が、また寄らせてもらうぞ。なんやって？ここに置いておくぞ。
Yeah!
イズナ人クロウ、待て。雪の城か。珍しいところで出会うたものよ。我が名を呼んで止めるからには命を捨てる覚悟であろうな。その剣に不覚を取り、新影流に泥を塗ったこの雪の城、元より命は捨てる覚悟だが、こたびは試合に来たのではない。蘭海上人に詰め寄って、桃姫がいかな苦境にあるか真相を問いただし、救わんがためにこうして駆けつけた。駿府にて勝負前に尋ねられた太刀の行方、それがし偽りを答えた。相模藩言黒光はこれにある。なんと、どこを探してもないはずよ。黒光の太刀、こちらによこせ。それでお主の望むように
桃姫は元通りの体となろうよ。ウヌには打ち首の決まった罪人を一人くれてやる。そのうちより好きな体を選ぶがよい。もちろん桃姫は戻してもらう。まずはそれがしと堂々願おう。皆の前で玉移しの術とやら披露してもらわねばならぬ。過去のどんな権力者も不死の技を求めて死んだ。その技を知ってお主も同じく欲に疲れたようだの。取引には花から応じる気などない。野牛の小せがれをもう一度切り下せば済むことよ。この間のように体に潜り込もうとしてもそうはいかんぞ。油断さえせねばお主に捕まるほどとろくはない。雪の城を切って黒蜜を手に入れる。あやつは死ぬが、お主が体に戻った後に好きなだけ供養するがいい。この山が蘭海の束ねる真言蓮華宗の総本山としての狼藉か。境内で暴れ回り血でけなすなど言語道断。しまいおうたな甚九郎、この頂上の聖域まで土足で上がり込まれてはもはや生かしてはおくまいぞ。破壊坊主め、ウヌの顔も見飽きた。この場で息の根を止めてくれよ。待て待て、黒蜜の太刀はこれに預かった。もとより地獄の宝なればそなたらには過ぎたる代物。いかに甚九郎、下道の邪神で天に通じ日の元の光遮る暗雲たるや愚かなり。右手に豪魔釈伏の利剣、左手に悪逆軽薄の剣作、背後に燃え盛る火炎はあらゆる悪を焼き尽くす。今大政不動明王現れたもうて、豪魔の呪縛にて長伏せん。仏の守護が相手とはわしの悪も極まった。かくなる上は神仏をも両断する妖刀村政、嘘か誠か試してやろう。
ムッヘッヘッヘッ。寺の仏像を打ち壊し、勝った気でいるとは片腹痛い。この上は明王の尊領を表し、書店全身の気髄をもって豪魔の真の姿を見せる。一切湘南を滅陣しようぞ。ジンクロウが切りつけた不動様はただの仏像であった。本当の不動様が現れて、それから、ああ思い出せぬ。それにしてもまるで生まれ変わったような不思議な心地。わらわがこうしているからにはジンクロウの魂は外か。ジンクロウどこにいるのじゃろう。どうなってしまったのか教えておくれ。本菊ではありませんか。狐は仏殿に入れぬと言うていたのに、どうしたのです。泣いて。どうしても最後にジンクロウ様とお会いしたくて、お別れに参ったのでございます。恐ろしい。不動明王の尊きお姿を拝してもありがたさより恐ろしい。この乱界に信心などなく、ジンクロウに妄執していることなど語らずとも、あの眼差しはとうに見透かしておられる。仏門に入りながら浄土へは程遠い。これまでの所業、己の浅ましさにおののく。恐ろしや。不動明王の力で玉打ちの術は一切超消しになった。お主は黒蜜に貫かれる前と変わらず、命の心配はいらん。肉肉しい奴じゃな、桃姫。散々にわしの足を引っ張った挙句、ついにはうまく助かりおった。とは申せ、足手まといがいなくなり、おもりもしまいと思えば少しは清々するか。ちょっとばかり地獄に厄介になり、釜湯にでもゆるりと浸かるのは次なる一手を思案するのにちょうどよかろうて。お主もこたびのことはきっぱり忘れて、せいぜいその面白くもない人生をつつましく生きるがいい。ジンクロ、達者でな。この上は明王の尊領を表し、書店全身の気髄をもって豪魔の真の姿を見せる。一切湘南を滅陣しようぞ。村政めふかしよって正気のかけらも見当たらん。神仏両断とは名ばかりよ。くなる上はこのジンクロウ、今さら悪あがきはするまい。しかしながらここに来て愉快でならぬ。この体の持ち主には一片の罪もなく、もし詐称の罪があったとしても原因はこちら。その咎はわしに課すべきよ。だが今や一体の我ら、まとめて罰せられるのだから、仏の慈悲も口先ばかり。北総園で死んでゆけるわ。
それほどまでに娘を助けたいか、ジンクロ。一心に願うその心、悪とはいえど一筋の光明を見る思いじゃ。その口車に乗せられて娘は元に戻してやろうぞ。安堵して地獄へ落ちる。お越し入れの話お聞きになりましたか？もちろん私たちのところでもその噂で持ちきりです。お約束があったとはいえ、取り潰された家の姫、家中に反対されても若様は頑として譲られなかったとか。では雪の城様のお心は変わらずに。まあなんと心打たれるお話でございましょう。若君は男前ですから妬む女中もおりますが、相手は初々しいお姫様、門出を祝いたくもなりまする。噂をすれば桃姫様。あれあれ、何やらただならぬ雰囲気。桃姫様、なんともったいない。早まってはなりません。仏道と申しても悟りを得るのは難しゅうございます。ましてや見るからに可愛らしいお姫様、どうして同心剣豪に出家を遂げられましょう。浮世に心残りはありません。これも仏様のお導き、考え抜いた末に決めたことです。これは桃姫様、悪いご了見、お泊まりくださいませ。尼になるなどとんでもない。止めないでおくれ。何があろうとこの決心は変わりません。間もなく祝言だというに、何故心変わりなされる。もしやこたびのこと、雪の城の罪滅ぼしとでも我が真心をお疑いか。それともこの雪の城にお気に召さぬところがおありなのか。ならばおっしゃってください。改めましょう。雪の城様に不足などありましょうよ。天涯孤独のわらわを引き取り、その上懇儀のお申し出、本当にもったいないこと、感謝の言葉もございません。しかしながらこのまま幸せにはなれぬのでございます。己の悪行を悔い、今度こそ改心して御仏のお心に添いたいと思い立ち、全国行脚して一からやり直す所存。旅の途中で果てるとも知れず、これを最後とご挨拶に。あなた様にはぜひもう一度お会いして話しておきたかった。悪に強き者はひとたび改心すれば善にも強きと申します。蘭海様なれば必ずや仏家を得られると存じまする。出家を決意したこの場に来合わせたのも仏縁の導き。どうぞ蘭海様、樹海をお授けくださいませ。桃姫、それではどうあってもその姿を変えられて出家得道すると申されるか。伊豆那神九郎の野望に巻き込まれ、一旦は離れた魂も不動様のご帰得によりこうして元通りとなりました。今になって思い起こせば、わらわを助けんがためにあの方は進んで地獄へ行かれたような気がしてなりません。あまりに不憫で、いても立ってもおられず、せめて今より髪を上げて御仏にお仕えし、あの方の罪業が少しでも軽くなるよう終生を追善供養に当てたいのです。
無理を押してのこの願い、どうかお聞き届けくださいませ。ジンクローにゆかりある武装がこのような時に訪ね来たのは、まこと仏縁の導きに違いない。あの男のこと、地獄にいようとこれを知れば、いらぬお世話と悪態をつくに違いありませんが、あやつを救う手助けができれば、修行の旅の良き花向け。桃姫様、愚僧が10年をお授けいたしましょう。桃姫の心地よき小姉で響く南無阿弥陀仏の称名や、果たして地獄の甚九郎の耳に届きましょうか。罰当たりの過ぎる男ゆえ、称名エコーも甲斐なく、見事地獄の鬼を出し抜いて、浮世に化けて出るとも不思議ではありません。さて、怪力乱心を語るべからずとは先人の禁言されば、諸人の安寧願い。おぼろ剣百鬼夜行、大略を便じまして、これにてご免被ります。
お前は金菊の妹狐。わしを追ってきたのか。見れば満身創痍ではないか。一体何があった。お社から面を持ち出したことがついに露見してしまい、姉様は囚われの身となりました。妖人の使いが山を取り囲み、すぐにも旦那様を捕らえに参りましょう。お逃げください。いずれに隠れ忍ぶとも、もはや逃れぬ天の兄。一族のしきたりで裁かねばならぬのは残念でなりません。されどこの辺りは仏様のお膝元、陰の獣の我らは滅多なことができません。手向かいなされば、我らに代わって村正をも使いこなすおぼろ流の喜助様がお相手となりましょう。何を好き好んで妖刀の虜となったのかは知りませんが、悪行に組みするそちら様も観念して刀を捨てられません。金菊に劣らずいい女に化けておるではないか。これほど美人の松子の声はさぞかし心地よく響くだろうて。忠告をお聞き届けにはなられぬようで残念でございます。旦那様、申し訳ありません。見つかってしまいました。お社の宝を持ち出した罰に通力を奪われ、ただの狐に戻されまする。どうか置いてお逃げください。ずいぶんやられたな金菊。心配はいらん。狐相手どうということはない。すぐ助けてやる。あれは温泉で出会った。あの子も恐ろしい剣を使うというのですか。何かの間違いに違いありません。お主ら顔見知りか。温泉でわしが見ておらぬ時に出会うていたとは、世間は狭い。気になる殺気を放つと思えば、我が師千獣の剣の気迫と同じ魂を移して浮世に居残ったか。殺したはずがお互いしぶといの。あの幽霊が言っていた弟子というのはまさかおめえか。この俺がすっかり騙されちまったようだ。この小僧別人か。いや、この殺気間違えるはずはない。なるほど、合点が言ったぞ。千獣は玉写しでなく、おぼろ流非容疑合魂の術を使うたのだな。おぼろ流を受け継がせるために己の魂を差し出し、この小僧の命を救ったか。千獣め、厄介な置き土産を残したものよ。ならばこの頂で今一度おぼろ流の頂上戦すぐにも消してくれよ。Thank you.
が女の剣に遅れを取るとは情けねえ。俺も忍びの端くれ、やられる時は道連れだ。こいつ死んだふりで相打ち狙いとは汚い構想だ。いかんぞ相当の負荷で。これでは助からん。ああ、どうしたらいいのじゃ。しっかりせい、ジンクロ。この傷で生きながらいようか。千獣にしてやられたわ。どうにもできん。玉の王が切れる。千獣め。合コンの術か。桃姫来い。かくなる上はこの一命我が一念にてつなぎ止めてみせようぞ。よいか、他の何を忘れようともこれだけは忘れるな。お主に残せるただ一つのわしが生きた証、おぼろを。おぼろや、今日はもうお客もなかろうて、少し早いが店じまいにしようじゃないか。はい、おとっつぁん。しておると死んだ娘が帰ってきたようで、おい先短いわしらにも生きがいが戻ってくるわい。お前が戸口に行き倒れておったのはまだ雪が残る春先。すっかり元気を取り戻したようで一安心じゃ。記憶をなくし身寄りのない私を置いていただいて感謝の言葉もありません。気にすることはない。お前さえ良ければいつまででもいていいんだよ。本当の娘のように思うておるでな。どうした、また気分でも悪いのかい。ゆうべもうなされておったぞ。無理はせんで。ありがとうお母さん。ではゆうべもあの名を。じゃ、うなされる時は決まっておぼろとジンクロ。わしらはてっきりおぼろがお前の名前じゃと思ったが。あら、この狐また来ている。お揚げが少し残っていたかしら。おっかさんに行ってもらってきてあげますから、そこで待っていなさいね。またいなくなってしまった。あの狐、どうしてあんなに悲しそうな目で私を見るのだろう。何か縁のある狐なのかもしれない。私はどこの何者だろう。何か大切なことを忘れているのではなかろうか。3匹ほどおりよる。山の門はもう食べ飽きたで、人間でも取って食おうと山から降りてきてやったぜ。ジジとババは見るからに筋張って硬そうじゃ。低くって言って鍋でじっくり煮込んで食うのがよかろう。じゃがこのまま
までは腹が減って帰るまで我慢できん。柔らかそうな娘はひんむいて今ここで食うとする。なんだなんだ、仏様、せめて娘の命ばかりはお助けを。なんちゅうこった。ありゃ隣村にも現れた噂の人食い鬼じゃ。こうなったらわしが鬼を引きつけている間に婆様と逃げろ。みんな振り返らずに走るんじゃぞ。前に隣村に降りて若い娘を二人ほど食った時もなかなかえがったな。色も白いし、もっと柔らかそう。早く食いたくて、よだれが止まらん。うまそうな娘じゃが、親分が全部食っちまうんじゃろうな。ほれ、娘行こう。その尻こっそり一かじりだけ食わせろ。特に影を見るだけで名のある剣豪も裸足で逃げ出す峠の主、茨城大将とは親分のことよ。こんなバカな。刀がしっくりと手になじむ。まるで生まれながらに飛び方を知る鳥のように自然と切っ先が流れる。なんてことじゃ、一振りで鬼がみんな死んじまった。おぼろ、お前は一体何者じゃ。お父っつぁん、おっかさん、今見ての通り、あれだけの鬼を一刀で切り倒すなど尋常ではありません。このような過ぎたる力はいずれお二人に災いを招く気がしてなりません。この家をおいとまし、諸国をめぐって自分が何者か、ジンクローとは何者か確かめとうございます。実の娘のように優しくしていただいたこの半年で、お二人に感謝せぬ日はなく、出て行くのは胸が締め付けられる思いですが、何とぞお許しくださいませ。おぼろや、おじいさんから先祖の刀、おばあさんからきびだんごをいただいて、旅に出たおぼろこと桃姫と、その傍らにそっと付き添う一匹の白狐。名のある剣豪、許せぬ悪党、地味猛獠をバッタバッタとなぎ倒す女剣士おぼろの痛快無比の物語とは、実に彼女の後日譚でございます。これは追って巻を改めて申し上げることといたしますれば、おぼろ剣百鬼夜行、幕引きまして、まずはこれきり。
の仏像を打ち壊し、勝った気でいるとは片腹痛い。この上は明王の尊領を表し、書店全身の気髄をもって豪魔の真の姿を見せる。これは一体どういうことだ。わしの元の体ではないか。桃姫に宿って不動明王を切りつけた。あれは夢か幻か。いや、そうではない。あの太刀のせいだ。なるほど、過去の因縁と因果を断ち切る村正となれば、ここはあの世。あの時、場所は美濃の鳴神城門前。向こうから来るのは雪の城と桃姫。わしが切りかからねば自業自得の未来もないと、そう言いたいのだが、村正。前を見て歩かぬとまたつまずいてしまいますよ、桃姫。まあ、それは雪の城様が指し示された桜に気を取られて。雪の城様もジンのようにわらわにしとやかさが足りないとお思いでしょうか。元気があって可愛らしく思いますよ。まあ、お顔の色が優れぬようですが、どうかなさったのですか。どこか具合が悪いのでは。いや、少し風邪をこじらせておりましてな。お気遣い無用。道を開けろ、貧乏浪人。そのむさい姿でこの通りをうろつくでない。なんだその目は。不服なら抜いてみるか。相手になるぞ。もっとも、その腰の竹光では相手にならぬだろうがな。この通り、ご勘弁。村正、運命は変わったぞ。文句はなかろう。間違って取り付くこともなく、不動にも目をつけられず、これで桃姫が死ぬことも。お仕入れの話、お聞きになりましたか。もちろん、私たちのところでもその噂で持ちきりです。若君に寄り添って歩いているのをお見かけしましたが、鳴神のお姫様のなんと初々しくお可愛らしいこと。若君は男前で女性に人気がありますから、妬む女中もいるのではありませんか。それはもう。ですが、あのお二方のむつまじいお姿を見れば、仕方がないと顔もほころんでしまいましょう。何にしてもおめでたいことでございます。これは奥様、雪の城様はいずこにおいででしょう。お役人様が参りまして、お目通りを願い出ております。そういえば、他の女中も何やら言うておりましたが、何かあったのですか。城門の前に雪倒れた浪人が屍を晒しておりますので、一応の見聞にお役人様が参ったのでございます。まあ、この寒空に一人寂しく息を引き取られるとは、おかわいそうに。これも何かの縁、わらわからもお願い申します。その方を
手厚く葬ってあげてください。おや、見かけぬ顔じゃが、そなたは？身の回りをお世話いたします、キクにございます。今日よりよろしくお願いいたしまする。いかがいたした？故郷が恋しくなられましたかな？不自由があれば申してください。良きに計らいましょう。まだこちらのお屋敷になれず迷うこともありますが、雪の城様がおられますだけでわらわは幸せにございます。こうして柳生と鏡両家の関係が盤石となった今、お上の覚えもめでたく、鳴神藩も安泰、まっことめでたきことにござろう。雪の城様は以前より荒々しくなられたように思います。何かお気に召さぬことでもおありなのでしょうか？出し抜けに何を申すかと思えば、そうか、荒々しいか。以後気をつけよう。お上と親父殿の意向に背いて少々やりおうたので気が立っておったのであろう。それはまたどのような。我らは夫婦、わらわでよろしければお聞かせください。何、もう済んだ話、そなたが気に病まずともよい。話といえば、例の話を不況ついでにねじ込んでおいた。柳生新陰流をも超える新たな流派を起こす剣よ。まあ雪の城様、では新陰流にも負けぬように良い呼び名をつけねばなりませんね。そうだな、おぼろ、いや伊豆名流とでも名付けようか。この雪の城、これ以降歴史の表舞台から姿を消しますが、さまざまな事件の裏には密かに名を連ねていたようで、暗躍の証拠が随所に見受けられると教えてくださるのは、今に研究を続ける学者先生でございます。一方で桃姫は雪の城との間に3人の子をなして、名の通り100まで生きたと言われておりますが、文献にそれ以上の記録はなく、あとはご想像にお任せするより他ありません。ともあれ、長くお付き合いいただいたこのおぼろ剣百鬼夜行の物語、その顛末は大略、核のごときものでございます。